強い武術家と試合がしたい。おう、ちゃんぽん。チャランコだ。ほら、バナナやるからさ。それならバング先生の胸を借りればいいだろう。あんたのこと気に入ってるみたいだし。まあつてがないんじゃ諦めるか。ちょっと待った。お、そういえばノリで申し込んだ異種格闘技大会があった。賞金300万って書いてある。まあ大きな大会だからな。あ、やっと見つけた、うん、探したぜ。返り討ちだ。え、買い物の邪魔すんな。すいません、これください。マジで強いやつが来ててもおかしくないな。選手登録時のお名前は？チャランコ。あっ、ああ、選手入場だよバカ、早くしろチャランコ。よし、行くか。第22回スーパーファイト、全選手の入場です。水球換算拳チャランコ。なんですでにブーイングなんだよ。全ての試合が一方的な蹂躙、闇地獄殺人術爆弾。無類の強さを誇ります。地位と名誉に固執しないがゆえの強さが。しかし今大会には爆弾選手も出場しております。あれが水流か。どうせならもっと強いやつと遊びたかった。ザッコス対チャランコの第2試合が始まります。殺す。ブワッ。強いチャランコ選手、なんとその恋人来ていないそうです。セーフ、セーフです。あ、ならよかった。これは決勝の相手が決まったかな。あ、おい、お前の次の対戦相手、奴には気をつけろ。次の試合はザッコス選手との試合で勝ち上がってきたチャランコ選手対過去大会で2連覇の実績を持つ爆弾選手です。いいか、武道家が拳を交えること、それはスポーツではなく命の奪い合いで。あんたの武術を体験させてくれ。いいだろう、まず足、次に胴、最後に頭だ。あ、この世と頭触んなよ。なんというオーバー狂わせだ。また一発で決めたか。よし、俺もそれで行くぞ。お、盛り上がってんな。チャランコよ、俺が本物のブってやつを叩き込んでやる。チャランコ選手一撃。さあ、いよいよ準決勝第2試合、必要に相手選手の人体破壊を楽しんできた。お前は死ぬ。始め。またしても一撃。そこが知れません、チャランコ選手。さあ、スーパーファイトもいよいよ決勝戦です。明帝拳水流対水球炭酸拳チャランコ。おっと、笑みを浮かべる水流選手。こいつ、さあ、ついに始まる。あれ、連続蹴りが全て寸止めだ。君、強いんだろ。わかるよ、俺も強いからね。君はどうしてこの大会に出場したんだ。俺は武術を体験するためにここに来たんだ。このままじゃ来た意味ないなって思ったけど、お前はちょっと違いそうだな。俺が武術を体験させてやる。だから君も頑張って俺を楽しませてくれ。お、いいなそれ。行くぞ。さらに数段速い。終わらせちゃったかな。今のはさすがにヒヤッとしたぜ。君の武器はパンチなんだろ。さあ打ってこい。君、普段は何やってるの？普段、散歩したり怪人倒したり。うわ、君もヒーローなんか目指してるのか。あの業界はろくなもんじゃないと思うよ。ヒーローなんて名前だけさ。職業でやってる割に善行とか正義とか恩着せがましいし、君を認めてるからこそアドバイスしてあげたんだけど。なっ、グリーンヒット。やりたいことやってんのはお前だけじゃねえぞ。水流って言ったっけ。なんだ今のは。見たことねえ。しかしここでチャランコ選手に衝撃の事実。あっと、ここでレフェリーが動きます。これはまさか。よって、チャランコ選手は失格。なんとここで試合終了。遊びは終わり。あ
水流が劇場に駆られている。メイティ空流拳、連撃超連撃、ふっ、バッキバキだ。うわっ、君に武術の何たるかが少しは伝わったのかな。武術とは要するに、なんか動きがかっこいいものだな。なめるな。あ、鬼か、やべ、逃げたぞ。待て、バックヤードの方だ、捕まえろ。優勝おめでとうございます、水流選手。何あれ。お前ら怪人になれ。怪人になれだと、プロヒーローの俺たちの相手だ。喜べ、お前らに渡すものがある。その怪人細胞を食え、究極の力に目覚めるはずだ。ジョゼ、お前も。こいつはまあまあ上出来だ。素材によって当たり外れがあるんだよな。ねえ君、俺があいつら追っ払ったらさ、デートしてくれる？やれ！バカめ、遊び人のくせにくだらねえ正義に目覚めたか。消えてなくなれ。久しぶりに血を流したな。いやーすごいね、怪人化って。彼らすごく強くなってた。お前は怪人として楽しく生きていける。出て空流拳。よし、どうした、もう終わりか。強い、あらゆる面で。くそ、このままじゃやばい。水流よ、決勝を見て悟ったが、お前は俺より強い、決まりだ。俺も怪人になるとしよう。ああ、全部食いやがった。ふん、体が持たなかったようだな。ロンケ！稲妻蹴り！よし、まだ足は動く。さあ、早く逃げよう。アジトへ連れてってやる。来い。命令するんじゃねえ。まあ聞け。お前より強い怪人など俺を含めて何匹もいる。警告はしたぞ。先に行く。やめろ。それだけのために強さを求めていたんだ。俺はもう一本。今までが帳消しになる地獄を味わってから死ね。誰か助けてくれ。その光はどんなにか細くても小さくてもいい。助けを呼ぶ声聞こえたぜ、水流。あとは任せとけ。ヒーローだ。弱小ヒーローが
闇地獄殺人術鬼泣き下段蹴り熊殺し中段蹴り地獄送りしたダメだ思い出せねえき、君、本当は何者なんだ俺は埼玉、ヒーローだよもっと早く来りゃよかったなあ、埼玉くん外には出ない方がいい近くにはおそらく豪傑もいる豪傑ああ、もう一匹ヤバい怪人がいたんだそこまでのやつなので、その怪人はどこ行ったえ、あっちだけどちょっと行ってくるおい怪我してんだろ離さないぞ恩人をみすみす見殺しにはできない止められなかった豪傑は手強かったかおう一発だったから他との違いがわからん強すぎるヒーローかいいねそれ弟子にしてくれないか絶対に断る